はい、こんにちは。パラリーマンチャンネルです。今日はですね、ジアスで、注文してつけてもらった、ローボード、フローティングテレビボードですね、この下のやつを少し、改造しましたので、動画にしてみました。このフローティングボードですね、リビングに、まあ、このようにシアタールーム仕様になっているのでスピーカーがあります。このフローティングボードに、AV アンプとプレステ4とトルネが、トルネを入れてたんですけども、まあ、熱がこもってですね、家電のちょっと寿命がすごく心配なので、まあ、どうやったら解決するかなっていうのを、考えて、今日改造しました。で、まあ、どういうふうに改造したかというとですね、ちょっと見ていきましょうか。大工さんにちょっと頼んでですね、工作してもらいました。最初自分で DIY でやろうと思ったんですけども、なかなか技術が高等な特殊な道具とか、これ狭いので、この狭いところから穴開けたりっていうのが難しいので、ちょっと大工さんにお願いして、まあ穴を開けてもらったって感じですね。まず穴開けたのがですね、ここですね、引き出しの奥、ここに、6センチの穴開けさせてもらってます。この左の穴はですね3センチぐらいなんですけど、これもともとジアスさんにお願いして横穴ですね、このスピーカーを入れの線が通る、穴を開いてました。この穴は今回初めて開けました。それからこっちがメインなんですけど、ここに AV アンプが入るんですけど、ここにですね12センチの穴を開けてもらって、まあ、市販で売ってる PC 用のクーリングファンを入れてもらいました。これがすごくいい出来でして、下から見るとこんな感じですね。綺麗にはまってます。クーリングファンがはまってる状態ですね。で、右に行くと、こっちプレステ4の時もところも、クーリングファン、ぴったり埋まってますね。上から見るとこんな感じですね。丸いクーリングファン見えますかね。なんで上は丸で開けてもらって、下は四角で開けてもらって、ここに厚みがあるので、ここにあのクーリングファンをガシャッと入れてると。入れてここのに、ネジで留めてるって形ですね。まあ、これで排熱がどうなるのかちょっとやってみたいと思います。だいたいね35度とか40度とか今まで温度上がってたので、これがどうなるかちょっとセッティングして見てみたいと思います。で、使う道具はどうやって、まあじゃあ排熱するのかっていうのですね、これを買ってあります。これ何かというとですね、まあ、爬虫類とかお家で飼われている方はすぐ分かると思うんですけど、まあ何て言ったらいいの、サーモスタットって言ったらいいんですかね、温度管理のできる、ものですね。例えば一定の温度になったらスイッチがオンになって、一定の温度になったらスイッチが切れるっていうやつですね。で、これでセンサーがついてて、これで温度を感知してるっていうことですね。で、これにですね、これちょっと外国製なのかだったと思うんですけど、三つ股になってるので、三つ股から二股に変える、これを買いました。こっち二股になってて、こっち三つ股、これをここに、こうやって貼り合ってコンセントからつなげれるようにしました。で、こっちも三つ股になってるので、これ今度は三つ股から二股にするのコンセント、300円ぐらいだったかな、売ってたので、これ買ってこうやりましたと。ほんでですね、このクーリングファンは USB なんで、この USB で給電できるようにこれ買いました。これまあよく売ってる充電のやつですよね。これをここに、これをここにこうつけて、ほんで USB をここにつけると。まあ、それで、まあ、例えば28度ぐらいになったら温度がついて、27度ぐらいになったら、
扇風機は消えるみたいな、そんな仕様でしてみたいと思います。じゃあ一旦これからセッティングしていきます。はい、セッティングし終わりました。今こんな状態です。アンプですね、もうぴったりサイズのアンプ入ってます。これぴったりなんで熱すごい心配です。で、プレステと、トルネが入ってます。プレステ、もう電源ちょっと入れてみました。今電源入れたとこですね。今温度は、中の温度は 25.5 度ですね。さてこれがどうなるか、まず何も回さない状態でやってみましょう。まあ穴開いてるんで前よりはマシかなと思いますね。前はすぐに30度超えて40度いってたんですけど、まあ下に今6センチの穴と穴2つと12センチの穴が2つついてるので、ちょっとこれで見てみましょう。テレビもちょっとつけて温度を上げてみましょう。はい、これで温度がどこまで上がるかちょっとモニターしたいと思います。ファンがついてない状態です。はい、約1時間経ちました。今庫内、この中の温度は 38.4 度まで上がってますね。約1時間でどれぐらい上がったんだろう。10度以上上がってますねこれね。じゃあこのファンを回してみてどれぐらい効果があるのかやってみたいと思います。はい、今ファンのスイッチをオンにしました。もうすでに扉を開けて 37.8 まで下がりましたね。こっからどれぐらい下がるかちょっと見てみたいと思います。20分後かな、ちょっとそれで、もうみるみる下がりますね。 37.6、今2つのファンが、動いているところです。機器はつけたままですね。 37.5、 みるみる下がりますね。はい、ちょっとこれで様子見ていきたいと思います。 37.4。 はい、ちょうど1時間経ちました。ちょうど30度ですね。8度下がりましたね。最初の10分で、5度ぐらい一気に下がって、そっから5度1時間かけて下がってきたっていう感じですね。はい、効果抜群だと言っていいんではないでしょうか。はい、これで綺麗に収納した状態ですね。ここに AV アンプがあって、プレステと、トルネですね。トルネちょっと壊れてて今電源切ってますけど、で、温度センサーですね。でこれはちょっと後日買ったんですけど、あのゴム製の台を買いました。ちょっとあれですよね、接地面をかさ上げしてここ空気が流れるようにしてます。でここですよね、ここにセンサーがあって、ファンの USB を2つ、つけてる状態ですね。見えますかね、これちょっと暗いですけどこんな状態ですね。今設定的には 28.5 度になったら、ファンが回って27度になったら切れるっていう風にしてます。まあ、ちょっと夏になってきたらまた、この温度変えていこうと思います。今のところ正常に、動いてくれてますね。はい、ですね、ちょっと音が気になるので、このゴムですよね、このゴムを、そのクーリングファンのところにかませて、ちょっと音がどんぐらいちっちゃくなるか試すのと、あとはこれゴムのワッシャーですね。ゴムのワッシャーをネジのとこに入れて、どれくらい、防音できるのか、やってみたいと思います。で僕は少しちょっと気になるんですけど、妻は全く気にならないと言っているので、ちょっとまあ気のせいかもしれないんですけど、まあ一回これで効果検証をしてみたいと思います。そうですね、こんな感じになってますので、ここにゴムのワッシャーで、ここの隙間に買ってきた防音ゴムつけてみたいと思います。こっちも同じですね。
じゃあ今からネジ取り外していこうと思います、うん、これが取り外した状態ですね。ほら、なんか下から見ると四角になってて上が丸ですね。でこれが、PC のクーリングファンですね。これをはめ込んでいます。じゃあ、ボーンゴムの結構やっていきましょう。はい、こういう風にゴム、ボーンゴムつけました。瞬間接着剤で1、2、3、4、4箇所とここね、ここが当たってるみたいなんで、ここあとここピンボケしてるな、ここですね。これを4隅やりました。2つ。じゃあこれをちょっと取り付けていきたいと思います。あとネジですよね。ネジこんな感じで、あのゴムをかませて、こっちの下のワッシャーですね、ワッシャーのとこにもゴムをかまして、ちょっと防音効果を試したいと思います。はい、ちょっと計測したいと思います。今これ動いてますね。これゴムを装着した後の騒音を測りたいと思います。